ヘーラクレースと戦うゲーリオーン。イーグンのアンフォラ。紀元前540年頃。ルーブル美術館像。ゲーリオーンは、ギリシア神話に登場する怪物である。クリューサーオルトカリロエーの子で、エキドナと兄弟。ゲーリオーンはアイスキュロスを呼び、ラテン語による表記で、女女子中では、ゲーリオネウス、イオニアティカ文作品やアリストパネス。 ピンダロスなどでは、ゲイリオネース、ステーシコロスの序成詞では、ガンマアルファーローウプシロンニューアルファー、カルキディアのツボエの表記では、ガンマアルファーローウプシロンニューイータとなっている。エトルリア語ではケルン。日本語では長部員を省略して、ゲリオン、ゲリオネウス、ゲリオネスとも表記される。ゲリオンの最大の特徴はその形態で、3頭。 または三頭三体の怪物であるとされた。古中によると、ステーシコロスは、ゲイリオオンには六つの腕、六つの足があり、そして翼が生えていた、と歌っていたらしい。アポロドーロスは、さらに詳細に、三人の男の体が腹で一つになっていて、脇腹と太ももからは三つに分かれた体を持っていたと、叙述している。 ステーシコロスによるとゲイリオオンは鎧かぶとをつけ、盾と槍で持って武装する古代ギリシア市民の重装不評の格好をしていた。対照的に平落レースはライオンの皮一枚を身にまとい、武器は棍棒か、弓や剣という入れたちだった。この対比は多くのギリシア美術に表現されている。ゲイリオオンの牛取りは古代ギリシアで非常に好まれたモチーフで、 130ほどの事例が知られている。ゲイリオーンは、オーケアノスの彼方にあり、周りに海しかないエリューテアの島で、牛の群れを飼っていた。牛飼いは、エウリューティオーンといい、マキケンは、頭が二つある、オルトロスだった。ヘイラクレースは十二の工業の十番目のものとして、エウリュステウス王にこの牛の群れを奪ってくるように、命じられ、途中で様々な異かいを起こしながらも、 エリュテアに到着した。彼の姿を認めた、オルトロスが襲撃したが棍棒で殺され、さらに犬を助けに来たエウリュティオンまでも殺害された。これを知った、別の牛会、メノイテースが、ゲイリオンにこのことを告げ、ゲイリオンは牛を追っていたヘイラクレースに追いつき、戦いを挑んだ。しかし、矢でいられて殺された。ヘイラクレースは、牛の群れを追っていたが、 ローマの伝説によると、途中でカークスという怪物盗賊がこれを盗み出した。ヘイラクレースは、カークスを殺して再び牛を我が物とした。ゲイリオーンは、死後、ウェルギリウスによれば、冥界の住人となっていた。しかし、スエトニウスの、ローマ皇帝殿、第3巻14によると、ティベリウスは遠征の道すがらパタウィウムの近くにある、ゲイリオーンの新託書によって、 おみくじを引いたという。パウサニアースが伝えているところによると、ウリューディア地方の小さな町テメヌテテュライ農家が嵐のために避け、そこから巨大な人骨のようなものが露出した。あまりに大きいので、これはクリューサーオールの息子ゲイリオネースの骨だと評判になった。近くには玉座もあるという噂まで立った。パウサニアースによれば、 山の突端の眼界に玉座のようなものが掘られていたという。パウサニアースが彼はガデーラにいたはずだと反論すると、当地の神官たちは彼にあの骨はガイアの息子であるヒュロスのものだと説明したという。ゲイリオーンの物語はヘイシオドスに見られるものが最古だが、すでに基本要素は揃っていた。それ以降のカメーロスのペイサンドロス、パニュアッシスにも 基本要素は継承されている。全6世紀初期、ステーシュコロスは、女上詞、ゲリオネースを書いた。その中では、ゲイリオーンは、非常に優雅で高貴な人物として描かれ、むしろ侵略者であるヘイラクレースが、野蛮人で、暴力沙汰を好み、その犠牲になってしまった、というように歌われているのが、特徴的である。こうした道場は、ピンダロスにも影響を与えた。 ステーシコロスの書くところによると、ゲイリオーンのうちの一つは、矢でいられ、他の二つは、棍棒で殴られたようである。ギリシア美術でも一体だけ倒れ、他の二体は以前として、ヘイラクレースに応戦しているという構図がいくつか、見られる。ただし、ヒュギーヌスによれば、ヘイラクレースは、ゲイリオーンを一本の投げ槍で殺したことになっている。シケリアのディオドロスは、 ゲイリオーン神話をエウヘメリズム風に解釈した。彼によるとクリューサーオールはイベリアの王であり、ゲイリオーンはその三人の息子のことだった。三人はそれぞれ軍隊を率いていたが、すべてヘイラクレースに打ち滅ぼされてしまった。ヘイラクレースは各地を回り、シケリア島のアイギュリオンにおいて、ゲイリオーンとイオラオスの祭儀を創始した。 ジェイリオンが上昇してきて、ウェルギリウス、ダンテと対峙する。新曲について書かれた絵画の一部。ベネツィア、1497年。ダンテ・アリギエーリは、新曲の地獄編第16から17課に、ゲイリオーンを登場させている。新曲におけるジェイリオンは3頭の怪物ではなく、ケバケバしい蛇の体を持ち、獣の足、二股のサソリの尾、そして、 翼が生えている。美しい人間の顔を出しながらその首から、下は怪物であるジェイリオンを、ダンテは虚偽満着のいとわしいゴンゲと呼び、疑慢の罪を犯した亡者の行く地獄第八県に住むものとしている。ウェルギリウスは第七県と第八県の間にある断崖絶壁を降りるために、ジェイリオンを呼び出す。 二人を乗せたジイリオンはゆっくりと螺旋状の軌道を描きながら第八軒へと降り立ち、それから再びどこかへと飛び去っていった。ゲイリオンは本来第一あるいは、冥界の精霊だったとされている。近くにハーデンスの牛飼いがいること、冥界の存在となったこと、神託を行うことなどがその理由として挙げられる。兵士を出す、287行から288行。 平氏を出す、979行から982行。平氏を出す、295行から297行。平氏を出す、287行。アイスキュロス、アガメムノオン870行。ルクレーティウス、ものの本質について、第5巻28節。 ウェルギリウス、アエネイス第6巻289行。ABCD、ビブリオテケー二2巻5.10。ステーシコロス、断片184。レイロスのペレキューデンス、断片18ビット。ヘイロドトス、歴史第4巻8。AB パウサニアース、ギリシアン内ギ、第1巻35章8。ヘイシオドス、290行。ヘイシオドス、 294行。リーオィウス、ローマ建国史、第1巻第7章4から7。アエネイス第8巻190行から275行。パウサニアース、ギリシア案内記、第1巻35章7。ピンダロス、スネル・メーラー断片81。ヒュギーヌス、神話集30話。シケリアのディオドロス、歴史総書第4巻17から24。 平川助宏役、新曲地獄編、河で処防審者、234ページ。ありがとうございます。